はい、おかえり。怒られちゃったよ。はい、ノンラブおかえり。あ、声大丈夫？ちょっとでかい？あ、LP いらっしゃい。お疲れ。よき。カラオケは通報入って警察に怒られた今警察に怒られたうるさいよっつってすいませんっつって33歳で警官に怒られるとは思わないよね。すいませんっつって、すいませんっつって、住宅街なんでっつって、あ、すいませんっつって、まったり雑談でもやってようか。ちょうどね、昼過ぎまでね、あよ帰り笑い男。なんかね、マイクが調子悪いんだよね。マイクなんか音悪くない？なんかこもって聞こえるんだよね。ヘッドホンが悪いのか、俺の耳が悪いのか。みんな普通に聞こえてる？なんか最近音がこもってるような気がするんだよな。耳悪くなってんのかな、俺。普通に聞こえる？音声大丈夫？聞こえる？じゃあ俺の耳かヘッドホンか音響周りがなんかおかしくなってるな。聞こえる？大丈夫？オッケーオッケー。はいよ。わかんない。わかんない。ダダ漏れだったのかもしれない。小声で歌う？今度から。声じゃ聞こえない。いや、マイクのボリューム上げて。なかなかの緊張感だった。いや、練習しないとね。今度カラオケ配信やろう。カラオケ配信。カラオケ配信だとマイク二重取りになるから音悪いんだよね。今月忙しいよ、俺。めちゃくちゃ。今月はね、スケジュールがいっぱい埋まってる。よっさんの忘年会と、てるちゃんぴん主催の歌うま選手権と、
あと、捨て頃は6月か。捨て頃、昨日決めたかな。捨て頃出ようと思って、便所太郎さんに昨日連絡した。練習しないとな、またな。捨て頃。大変だぞ、これから。激動だよ、激動。カズンさんから誘われてないから行かないよ。わかんないわかんない。カズンさんとこ行くんって言われても、カズンさんジムの経営者で忙しいから、前回はね、お招きいただいたからありがたく、ごとまに甘えたけど、全然何も考えてないよ。とりあえず練習しないとな。はい、ワトツー、カメさんいらっしゃい。なんか LINE がぶっ壊れたな。LINE が？なんだこれ？なんだこれ？ LINE。対戦相手は誰になるかな？カードの発表とかまだされてないんでしょ？対戦相手とか。今回みんな見に来んの？捨て頃は。捨て頃見に行く人どれくらいいるの？予定では。なんだろう、ぶっ壊れたな、ラインが。なんだろう、 Windows がおかしい。強制終了どうやってやるんだろう。俺からは買えないよ。俺からは買えない、チケットは。便所さんから買う感じ。便所さんか、なんだろう、ローソンとか、チケットロッピーとかで買う感じだね。俺はもうチケット販売とかめんどくさいから、便所さんに全部任せてるかな。なんだろう、 LINE がぶっ壊れたんだよ。これ再起動しないとダメなのかな。あー、すごいよね。よくよく考えるとすごいよね。まあちゃんとした興行だからね。わー、ありがとう。誰だろう、花火ありがとう。指定がないんで生活費の方を減らさせていただきます。花火ありがとう。花火ありがとう。あれ、また音出ない。ありがとうございます。これ出るかな。音出なかったよね、今。出た。ありがとう。花火ありがとう。ラインがぶっ壊れてんだよな。何なんだろう、これ。ダメだ。ライン見れない。ごめん。ライン送っても今見れないわ。パソコン再起動しないと見れないっぽい。ちょっとラインは意味ないです。今読めないっすね。ラインがぶっ壊れた。なんかね、パソコン版のラインがね、バージョンアップしたからおかしいんだよね。なんでなんだろう。おー、珍しい。ありがとう。
またなんでこのタイミングで。珍しい、ありがとう。スマホで、まあまあ配信中はね、あのコメントなかなか返せないから、ちょ配信中はなんだろう、 LINE 読めないかな。 LINE がぶっ壊れたよ。対戦カードってもう全部決まったのかな、便所さん。なんかあれでしょ、今回あのなんだっけ、アウトサイダーの人も出るらしいよ。やばくない？アウトサイダーの選手出るんでしょ、ブッキングしてんでしょ。ガチプロ勢とかとやっても配信者勝てなくない？だって半分プロみたいなもんでしょ、あの人たち、アウトサイダーの人たちって。なんか捨て頃がどんどんなんかわけわかんない方向に行ってるよね。セゴロのチケットワドさん買えるなら買いたい。いやいや、俺から発売しないよ。今説明したけど、ベンジョさんかローソンかどっかで買うっていう。俺がさ、ほらあの郵送とかだらしねえから、あのリスナーさんに迷惑かけちゃうからあれしてる。もうベンジョさんのところで買ってってお願いしてんの。お金のやり取りとか結構大変なんだよ、チケットの管理とか。今日は何時家出んの？15時に
15時に俺は家を待ち合わせ場所だから、14時半には出るよ。来る？のんちゃん。で、終わるのがね9時半か10時ぐらいなんだけど、イベント自体が終わった後ミーティングがあるから多分帰宅するの12時過ぎると思う、夜中の。そうそう、チケットピアとかから買うしかない。だから14時半に家出るから3時間後には家出るかな。行かない？はいはい。のんちゃん、そのサムネ首がロハコさんみたいになってるけど大丈夫？ロハコさんのマーメイドスタイルと一緒なんだけど。ネットで買った方がいいかもね。打ち上げはありますよ。捨て頃絶対毎回打ち上げはしてるんで、地方から来てくれるリスナーさんもたくさんいるから打ち上げは必ずやってる。リップロハコ。カイホと一緒に行く？まあカイホ来るだろうね。カイホ来ると思うよ。ねえ、いや行くよって言うけど、あの解放がチケット取れるか問題だよね。もうプレミアチケット化してるから、捨て頃は多分今回全員買えるかどうか分かんないぞ。まあ最悪の最悪、立ち見で、もう立ち見席で当日券で行くしかないね。だいたいねチケット買いそびれる人が多いんだよ。いや絶対来た方がいいと思うよ、セゴロは。毎回言うんだけどね、行きたかったのにっていう人絶対出てくるんだよね。絶対来た方がいいよ。ねえ、行かなかったもんね。おい、おかえり、ペペリーナ、お疲れ。放送やってたね。サマソニチケ買い慣れてるから買えるはず。ああもうあれか、ロッピの番号貼るのか。もう開通した瞬間に電話かけまくるやつ。サマソニとかももう電話ガンガンかけないと無理だもんね。うん、え、何配信？なんて読むのかわかんねえな。
電話かけながらネットもやるプロじゃん。プロ。全然ボクシング多分覚えてねえぞ。今できんのかな。半年やらなかったもんな。あ、絶対できない。無理だわ。無理だわ。多分ジャブからだな。体が硬いもん。まっすぐ打てない。あ、体買った。やばいなこれ。無理だな。捨て頃特集やる。捨て頃特集。過去の捨て頃見てみる。家の売却、不動産を。ないか。ワンから見るか。ワン見よう。すばしっこかったな。早いんだよなこいつ。黒服がテルだね。色がついてる方が俺。
懐かしいね、懐かしいよね、超懐かしい。結構時間経ってるもんね。2年前かこれ、1年半前か。顔の画像ないよ。グローブはでかいけど、あのキックのあれも薄かったもん。なんて言うんだっけ、だからグローブだけじゃん守られてんの。まあ16オンスだから大丈夫だと思うけど、顔のガードはないね。むしろだから顔のガードつけたことないんだよね、あれ。ヘッドギアか。うん、ラッシュガードね。思い出すな。懐かしいね。2ラウンド目。運動神経ないのがわかるよねひどいな。確かに1と2比べたら2めちゃめちゃ上手くなってるよな。1の自分だったら余裕でフルボッコにできるもん。これこれ試合になってないよ。チャンピンね、リーチが長いっつうかね、ステップインで踏み込むんだよね。踏み込むの。だからリードジャブってやつなんだよね、ジャンル的に言うと。リードジャブっていう、二人とも息キレッキレな肩で息してるもんね。やっぱそう考えると2のレベル全体的に上がったよな。不利だったっつうか、まあ普通に強かったよ。出る回やってた。運動神経が抜群にいいんだよ。びっくりするよ。テルは普通に運動神経めちゃくちゃいい。だからクモンリュウとテルの試合も面白かったもんね。サッカーはね、瞬発力も持久力も必要だから。まあだってあのフットサルやってて思ったもん。1時間半とか2時間連続で試合やってたもん。全然動けんだもん。だから1の試合見たら2がいかにこうレベル上がってるか全体的に分かるよね。クモンリュウは幻になった。そうだね、クモンリュウ5年は出てこないんだもんな。長いよな、5年だもんな。5年って長いぞ。あの若さの5年は相当長いよ。幻になったって言い方よ。
格闘技になってないよね、格闘技になってない。まあ、こんな感じだったんだ。もういいっしょ。2の方見っか。2カメラアングル増えてて面白かったな、出たら30近くなってるから20代という時間。20代刑務所っていうのはあれだよな、すごいよな。まあでも30代でも全然やり直せるからね。10代失うのはね、もったいないよね。いや、男でもきついっしょ。男でもきついよ。長いよ、5年って。さあ1年後どうなったのか。動き違うな、やっぱこう見ると全然動き違うね。ま、倒れたけどしょっぱなもらっちゃったよね。え、全然違うね。めちゃくちゃ練習したもんな。ガードの高さも違うもんね。しっかりガード上がってるもんね。ジャブもちゃんと打ててるし。もう格闘技にはなってるもんね、一応ね。アマチュアの格闘技の試合みたいな。全然違うね。全然違う。あ、ちゃんと上手くなってるんだね。まあ、体格差えぐいよね。はたから見ても全然大きさ違うもんね。まあ、それ言ったらでも、テルと俺でも体重差あったから。まあ、でもリーチの違いすげえやっぱ感じたよ。パワーの違い、3階級違うの、身長と体重やっぱきついよね。ドレさんよりでかいんだもん。うまくはなってるんだな。パワー負けしたね、やっぱ。3はどうなんだろうね。覚えてないな、この時の会話。もうダウン取り返すことしか頭になかったもんな。絶対一本取り返さないとやばいと思って、絶対取り返してやると思ってたんだよ。ここはもう無理くり持ってくしかねえなと思った。ここも腹くくってるもんな。
でもパワー負けしちゃうんだよね、やっぱ。もう打ち合い持ってくしかねえと思ったもん。ポイント取られてるから、ダウン1本はダウンで取り返すしかないかんね。距離感がでもアマチュアだよね、やっぱ。ビタビタにくっついて殴ろうとしちゃうから。プロのボクサーとかやっぱ自分の拳が伸びきってるところで打ち合うもんね。走らねえとな。ああ早えな、2分早えわ。すっげえ早く感じた。なんか3分3ラウンドはもうめちゃくちゃ長く感じたけど、2分は早いね、やっぱね。2分はもうすぐ早い。アウトボクサーはいいな、やっぱ華麗だよね、綺麗だよね、かわす方がね、すごいスッて避けるよね、かっこいいダンスみたいに。プロは全然違う。動きが軽やかだよね、かっこいいよね。そりゃそうだよ、プロファイターだもんね、ハルトさん。カウンター華麗にスルーして線を止まら続けてるから、まあまあプロでしょう、やっぱりプロだよ。アマチュアとの違いだよね、圧倒的な。
綺麗な灰。綺麗だよね。いや体重差そんなにないよ、辰彦と俺は。だからこれ技術差だよ、もう完全に。筋肉の量辰彦半端じゃないし、やっぱうまい。パンチが多彩だし、蹴り技も種類があるから、下蹴られて上蹴られてパンチも速い。でも何されてるか分かんないんだよね。前蹴りが厄介だったよね。そうそうそう、要はローキックしかない、ミドルキックしかなかったら肺がないっていうのはね結構楽なんだよ。パンチ警戒してればいいから。だから辰彦の場合ハイキック、前蹴り、ローキック、ミドル全部あるから。そうだから、もうどっから攻撃が飛んでくるかね分かんないから。しかもパンチの手数めちゃめちゃ早いでしょ。うまいんだよね辰彦。なあ、もうあの技術だよ、技術負け、延長大丈夫かな。ちょっと待って、延長は42分大丈夫か。これはまあ1本だな、思いっきり入れたもんな。多分これ何されたか分かんなかったと思うよ本人。カウンターだから、ビタビタのカウンターじゃなくてワンテンポ遅れたカウンターだけど、ジャストミートだ。これが試合でできればいいんだけどね。ちょっとリードジャブ気味なんだね、カズ軍曹ね。縦剣、食好きみたいな感じで打ってくるんだな。軍曹でかいよ。でかいし、パワーが半端じゃない。で、直線的に打ってくんだよね。いいジャブ持ってるよ。食好きみたいな感じなんだよ。フィジカルすごい。喧嘩でしょ、喧嘩。だから当て感があるんだよね、あと。どっしり構える。落ち着いてるよ、すごく。喧嘩慣れしてるって感じ。身長たっぱいいしな。強いよ。
膝蹴り。おお、吹っ飛んだ。すげえプッシング飛んだ。パワーがすごいんだよね。膝蹴りからほら。いや、ロープブルゆるゆるなんだもん、ここ。スコーンって落ちてったもんね。いや、これ危なかった。頭ガン打ったかんね。この視点いいね。やっぱコーナーサイドからの視点いいな。迫力あるね。よりなんかリングの中で戦ってるのに近いね。うわ、感覚全然戻らねえ。痩せてるし顔締まってるな。あえてこれ中マスターって言って、歌舞伎町のバーのマスターだね。中マスター、ボクシングもずっとやってる人だね。だから上手いじゃん、中マスター。アマチュアでボクシングずっとやってる人だから、動きはボクサーの動きだよ。ほら、そうそうそう、リスナーさんだね、ヒカルくんの。だからフェイントとかもめっちゃ上手い。アウトボクサーだね。スパーリングパートナー、あの買って出てくれた人。うまい、うまい、フェイントがうまい。でもちゃんと避けれてるもんね。ピーカブーはまってるんですよ。練習の時の方が動きいいもんね。だからあのなかなかね、本番うまくいかないよ。ディフェンスは褒められる。避けるのとガード硬いのは褒められる。攻撃が下手って言われる。おお、今のいいアッパー。ナイスアッパー。隙間疲れた。カウンター狙われた。ボディもちょっと覚えたいな。マウスピース飛んだ。ガード下がるとやっぱ狙われるね、やってる人には。うまいよね、ジャブが3連打。バーの人、マスター、中マスター、典型的なアウトボクサーだよね。ジャブで散らして距離取ってくる。避け方がプロだよね。今のさばき見た？
ステップワークでかわしたのめちゃめちゃすげえよ今の。軸、体の軸一切ぶれずにさ、すげえ今のプロの動きやばね。今の一瞬のポッっていう切り返しの技術の高さ、その腰を入れて避ける、しかも攻撃が完全にできる状態、やっぱすげえなチャンプは。カズさんで、あの相手の身長に合わせてつま先立ちしてくれてんだよこれ。かかと浮かせてるでしょ、イメージを合わせてくれてんだから、あのなんだろう、本意全然本意気じゃないでしょ、ほらつま先立ちしてくれてるでしょ、ずっとイメージをつかませてくれてんの、その高さ、身長の高さを。でボディの練習だね。もちろんもちろん加減してもらわないと死ぬって。だ初っ端ダウン食らったんだけど、初めましての時のダウン超びっくりしたもん。見る、初対面の時のダウンやばかったよ。あ、これがプロかっていう、これがプロなんだって本当に心の底から思った。これかな、これか、これが初めてカズさんと会った時なの。これすごかったよ、見ててよ。この後ほらベストタイミングでチョンって合わさってんの分かる？すっごい左のチョンって小突かれただけなんだけど、バカーンって意識飛ぶの。いやだからタイミングなんだって、ボクシングパワーじゃないの。ほら顎完全に跳ね上がってるでしょ、だから交通事故みたいな感じになるの、見ててよ、すごいよ。ほら完全に脳揺れてんの分かるでしょ、今の動きでチョンって合わせるだけ。ほらいやすごいよね、見えなかったもんパンチ、気づいたら倒れてんの、あれなんでっていう何があったの今みたいな、すげえ不思議だったもん。だからジャブ1個も見えない角度とか、そのなんつうんだろう、もう一個一個がレベルがなんつうんだろう、すごいんだよ本当。だから軸、体の軸が一切ぶれないの、下半身が完璧なの本当に。だからすごいよ、感動するよ。アマチュアはやっぱり下半身がぶれるからパンチ打つたびにグラ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 するの。だけどカズさんお尻から下がもう安定してるの、どんだけ打たれても絶対動かないから。あのね、要はカウンターって相手のパワーを使うのね。今一発入れた、今もはい触った、これはダメだ、あ危ねえ、今のは足引っかかっちゃう。インファイト教えてくれた避けられ、あの距離で避けられるんだぜ、おでことおでこが当たってて避けられるんだぜ、意味が、あ入ったわかるでしょ今のも、コツンって当たってるけど完全なタイミングなのわかるでしょ、そのインファイトからの左でコツン。だからちょっと本気出したらもうワンパンチで沈められんのよ、ここだよってパンって払ったらもうノックアウトできるんだって、前段どのタイミングでももう殺せるの。笑ってるもんねほらすげえよな。このあと、あこのあとね、このあと最後左フックで終わるんだよ。だけど完全にもう完全に入ってるから、ジャストミートでテンプルに入ってる。だから俺のはブンブンブン回してるじゃん、だからパワーで持ってこうとしてんの。ほらだからほらコツンって入ると分かる、そのタイミングが完璧なの。これえぐいよね、
とは練習会行ってみようか。すごいよね。いやマジですごいよ。そうそう、脳がねグラッと揺れんの。だからもうカズさんに言われたのはパワーなんていらないって。もうスピードとタイミング、スピードとタイミング、力抜いて力抜いて、手数、スピードタイミング角度、ずっとパワーいらないよ、パワーいらないよってずっと教わった。そう、もうスピードとタイミングさえ合えば倒れるからって。だからもうパワーはいらない。だからやっぱ教わったらパンチの回転速くなってるもんね。パンチの回転が全然違うもんね。これが4回目の練習なんだけど、回転、やっぱ回転率が良くなってる。うん、あ、延長了解、延長了解、延長します。あ、残り2分、ありがとう、延長します。ありがとう、教えてくれて。アイテムありがとう、バガありがとう、延長代ありがとう。いやー、今これの3分の1ぐらいしか動けないよ。もう何されてるか分かんない早すぎる。お、返した。いいね、汗をかく男はいいですな、青春ですな。後半前かがみになる癖あるな。ボディ打たれたくないから前かがみになるの、これ良くないね。うん、腹守ろうとしちゃうんだよね。うん、ヘッドギアつけなかったっすね。ヘッドギア、あのピーカブーだから、こうやってガードを前に上げるスタイルなんで何にも見えなくなっちゃうんですよ。うん、ダメだな、ダメだ。パワーでどうにかしようとしちゃうもんね。体力切れたら癖が戻る。ここをきれいにスマートに。お入った、溝落ち。ショートアッパー、ショートアッパー、ショートアッパー、よし、遅い。ショートアッパーだって、ショートアッパー、そう、ショートアッパー、ショートアッパー、そう、ショートアッパーもらったショートアッパー、ショートアッパー、ショートアッパー、あーダメだ、もう息上がってる。ショートアッパーだ、その距離はショートアッパー、ショートアッパーだっつーのこの辺気合い、もうダメだ、もう足腰ダメ、ブレてる、ダメだっつーの。上がれ上がれ、起き上がれ起き上がれ。
タミナ切れ。まあ4ラウンド目だからな、血が騒いできたな、血が騒いできたな。またやるのか。またやるのか。捨て頃。あ、いやよさん了解です。いやよさん了解です。了解です。LINE 来てるかな。ボックス、あのね、3分間戦うの一般の素人無理だから。アマチュアで3分3ラウンド無理って言われてんの。本当にすごいよ。いやよさん了解です。いやよさん見えてるかな。いやよさん了解です。いや半端じゃないよこれはね。いつだったかな、去年じゃなくて今年の5月ぐらいかな。今年の5月。あ、了解です。いやよさんよろしくお願いします。これは今年の5月ぐらい。ボクサーだから、本当に18ラウンドやってた時期があるの。プロボクサーが一番過激だった頃、死人出てたもん、ゴロゴロ。本当に明日のジョーみたいに試合終わったら死んでるん。しかもグローブが小さくて18ラウンドだよ。死ぬよ。今危ないから12ラウンドってだよね普通。あ、昔はもうゴロゴロ死んでたよ。もともと素手でやってたの、ベアナックルボクシングっつって。素手でやってたのが危ないっつってグローブつけるようになって、で18ラウンドだったら15ラウンドになって、12ラウンドになって、どんどんルールがそのなんつうの、怪我をしないように。そりゃそうでしょ。だってノックアウト脳震盪って言ってるけど、頭蓋骨に脳みそぶつけてんだよ。で脳みそ壊してるんだよあれ。脳みそってだって油の塊じゃん、豆腐みたいなもんだよ。えぐいよ。あ、でもね、これドルさんから教わった名言だなと思ったのが、プロボクサーみんな目がいい目がいいって漫画とかで書くだろうって、あれ間違いだよって。目はもちろんいいんだけど、目じゃ避けらんないんだって。あのね、プロボクサーがなんで避けるのうまいかっていうと、ずっと体振ってるから、ずっと足でステップ踏んでるから。ボクサーは先に避けてる。要は素人ずっと止まってパンチが来てから避けようとするから遅れてるじゃん。こう打ってから避けようとするから間に合わない。だけどプロボクサーはずっと動いてるから、動いてる的って当たらないでしょって。あれがすごいんだよって。ずっと動き続けてるっていう。はい、こんにちは。また格闘技、格闘技見るのは好きなんだけどね、最後はね、いい思い出に変えないと。だからもう練習の半分しか出ないっていうのは分かってるから、倍練習しないとね、倍動き続けないと。だってカズさん現役の頃20キロ毎朝走ってるって言ってたもんな。とんでもないスピードで。
20キロロードワークやってそっから練習だって言ってたよ。20キロ毎朝走るんだと思って、えぐーと思って。3出場連絡しました、出るって、よろしくお願いしますって便所さんにお願いした。まあ決定でしょう、便所さんから正式なオファーあったし、俺は確定だと思うよ。便所さんからお願いされて出るっていう形だから、多分サインするだけだね、あとは決定です。いや、みやびさんと俺とひかるくんじゃ3回出てんのは。みやびさんと俺とひかるくん、ひかるくんは両方とも勝って3試合勝ってて、で俺とみやびさんは両方とも負けてる、全部負けてる。みやびさんはね、ドレさんとやってカズ軍曹でやってるから相当だと思うよ。めちゃくちゃ勇気あるよ、よく蹴らなかったなっていう。相手はまだ決まってない、相手は未決定。誰なんだろう、マイク・タイソンかな。誰とやるんだろう。やりたい相手誰でもやるよ、誰でもやるよ。自分に勝ちたい。そろそろ誰でもやります。体重差なぁ、どうなんだろうね。まあでも体重差考えないとっつってもさ、みやびさんとドルさんとやってるし、俺も直樹兄さんとやってるし、あんまり体重差めちゃくちゃだと思うよ。捨て頃は本当に体重差めちゃくちゃだよね。うん、和道さんふわっちだけで、ふわっちだけ、収入源ってことっすか。メインはふわっちですね、収入の7割6割7割はふわっちですね。他にもキャッシュポイントは何個かありますけど、何でもいいじゃん。遊んでるだけだもん。肩が硬い。柔軟からやらないとね、腰が切れないよ。原田さんに教わってこれやん、あ、これやんないと。基礎練からだな。今回ボクシング形式だっていう風になると思う。俺がボクシング以外蹴るもん。キックはもうダメ、俺完全ボクシング型にしちゃってるから。キックだと全然構え方も違うし、蹴り技が俺体硬いからないから、ボクシングルールしかやらんよ俺は。なんかボクシングとキックボクシングさ、似てるじゃん。
だけど全然競技が違うのよ。別物だよあれ。 MMA とか絶対無理だよ。寝技とか全然わかんないもん。すぐロックされちゃうよすぐ腕取られるよ、あーっつって。しかもグローブ薄いしね。 MMA の人は本当にすごいと思うよ。あれもう喧嘩でしょ。でもなんか寝技の方が奥が深いらしいよ。寝技とか柔術系とかもういろんな技があるからすごいんだって。MMA とか無理だね。俺はスポーツの範疇超えてると思うもん。あれあれもう人殺せる技でしょ。エンターテインメント込みっていうか全部ガチですよ。あの練習見たらわかるけど、エンターテインメントでやってる人一人もいなかったと思うよ。みんなガチで殴り合ってるよ。辰彦の試合見たらえぐいよ。見る？計算辰彦の。辰彦。辰彦のえぐかったもんな。見てみる。これエンタメに見える？この顔この顔エンタメに見えないでしょ人殺す目してるもんね。すごかったよこれ。来年の6でしょ。笑いながら人殴ってるもんね。肘ガシガシ入れてるし。強辰彦地下格の鬼つえ。こんな憧れるよね男だったら。バッチバチ殴り合ってる。うお、やっぱ強よ。えぐいでしょ。かっこいいわ。ガチです。全員ガチです。うん、わかるでしょ。エンタメ要素ないっすよ。クモン流と俺テルの試合も好きなんだよね。クモン流テル。これもすごかった。これに出ますね。はい、これに出ます。てか2回出て2回負けてるんですよ僕、うん、2回出て2回負けてるんです知らないよ40歳でオナニーやめられないとか別にやめなくていいでしょ何悩んでんだよ。これもいい試合だったよな。イケメン対決、うん、知らないよ。カレオさんがオナニーやめてない情報いらないよふ助けてくれていいじゃん別に。オナニーしなよ。知らないよ
そんなサムネの顔されても。イケメン対決でイケメン。これね、俺テルがね膝蹴りで返したの本当に見せたなと思って。クモンリュウってその上半身裸の入れ墨の子いるでしょ、膝蹴りかますの、飛び膝蹴りかますの、それもすごいじゃん。アマチュアの試合で飛び膝蹴りってすごいじゃん。これマジで感動したもんな。滑るんだよなこのリング。リングが滑るっていうのもね結構ねあるんだよね、あの動きが違うっていう。ツル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 するんだよここ。うるせえバカ野郎。いい試合だよこれ。1ラウンド終了か。2ラウンド目行ってみよう。スタイルいいな。このね2ラウンド目がいいんだよ。1ラウンド目クモンが完全にポイント勝ちしてるけど、この2ラウンド目がね伝説でいいんですよ。出たテル得意の前蹴り、これ厄介なんだよな。なんでこんな画質悪いんだろうこれ。これ飛び膝かますじゃん。でこの後にここテルがピキって助走つけて、これよくない？これかっこよくない？俺これほんと好きなんだよね。飛び膝をさアマチュアの試合に見せたクモンもすごいけど負けん気よ。辰彦はね地下格闘技も25戦ぐらい出てるから半分プロみたいなもんだよ。このクモンの飛び膝からのねテルが切れるんだよ、なんやねんみたいになって、これうらっつってめっちゃいいよねこれ。もうここ好きだわ、大技を大技で返すっていう、これ見せたよねテル。みやびくん VS カズ軍曹を見るか。そうだよね、みやびさんもあれだよね、あのタトゥー背負ってんだよね。延長大丈夫かな。あ、延長します、ありがとう、アイテムありがとう。延長代ありがとう。みやびさんガタいいな。カズ軍曹もガタいいな。仕上がってるな。身長差が結構あるね。みやびさん仕上げてきたなこれ。みやびさん結構思いっきり自分から行くんだよね。うん、ガンガン攻めるんだよね。
カズ軍曹が落ち着いてるね。クレバーだね。ハートプレゼントありがとう。宮部さんパンチ重たいだろうね。筋肉量あるから。結構ガンガンインファイターなんだね。宮部さん超インファイターだね。ガンガン前に来る。ドレさんの時もガンガンインファイト仕掛けてたもんね。インファイターだ。どうだろう、あると思うよ。そんなスタミナないっていう感じではないと思う。まあ試合がね結構短く終わっちゃってるから分かんないよね、スタミナの部分に関しては。でもね、2分2ラウンドは仕上げてくると思うよ。2分2ラウンドは動けると思う、全然余裕で。ワンツーの動き見てると、うん、3ラウンドとかになって長期戦になったらまあ切れるだろうね。ヘロヘロになると思う。ボディで落とすのはちょっと、まああのね、思いっきりいいのが入ったら分かんないけど、まあまああのプロのスタミナ削っていくっていうやり方は効かないだろうね、多分。ただまあ溝落ちとかレバーとか思いっきり入ったら素人立てないよ。全然ボディにワンチャンあるよ。まあでもまあボディで倒れるっていうのはあんまりないだろうな、あんまりないだろうな。ありがとう、ゆうたん。まあまあもう無理やりスタンディングダウンに持っていくのが正しいやり方だろうな。ガッチャガチャにぶん殴り合って、バッチバチにぶん殴ってスタンディングダウンが一番かっこいいと思う。もう綺麗にやろうと思わないで攻め続けるのが一番大事だよね。ジャイアントキリングって何？うん、
3時、12時半か。一回風呂入ろう。日曜日はまったりだね。じゃあ俺そろそろ仕事、延長しちゃったか。まあいいや、俺そろそろ仕事行ってくるわ。みんなじゃあ今日の放送これで最後です。お疲れ様です。また明日。